け。はい、行きましょう。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。といってももうね、僕ら6時7時ぐらいに今日は起きてたんですけど、普通向こうから出るよね。こういうの客層って基本的に出るよ。近いです。だから客層だよね。まあ、客層には客層と言われねえだろ、こんなところで。で、コンビニだよね。もうとにかく近くっていうルートね。あのドンキの立体駐車場とかで、なんだこの草間って言われる人ですね。はい、またね、こうやって毎回この出だしで、あのなんかスタートと同時に変なことやるから、あの動画の出だしがいつもこうなるんですよね。3日にお車を置いてね、僕らは富山くんのアルペンループに丸2日間2泊して行ってきました。はい、あ、天気がちょっと心配な面あったんですけどね、僕らは運よく昨日に晴れる、めっちゃ天気いいですね。そうね、1日でもそこまででもなかったのかな、なかったし。見たいところを見てるときは天気が良い。700m先、右方向です。これ以上ないでしょ。ただね、宿題は残りましたね。一番大きな宿題。もうダムカードをコロナでもらえないって。俺北陸電力管轄だから早くやってんのかと思ったんだけど、まもなく右方向です。北陸電力の管轄じゃないのかな、そもそも。右方向です。左、オーライ、オーライ。まあね、そもそもあのダムカレーカードはもらえたと、もらえる予定ではなかったものはもらえたと。まあまあまあ、トントンとして。そうだね。またいずれ行かないとダメです。宿題は残ってます。どこに？12度の。どこに？
方向です。駐車場ここの地元の人なんだね。何だか分からん。この先しばらく道なりです。おらい。そこに林？来てるよ来てるよお前。おっかね。おっかねお前見ろ見てんだよね。おー死ぬかと思った。こっち？そっちじゃないの？出てんじゃんかお前。おー怖かった。ある？またいでこれ。ど真ん中に止まってる。なんかまたいでるね。だからいつもね、あの一発で入れられないからこうなるんだよね。お前もそう？これがそう？ってだからさ、あの。ここにあってんじゃない？違うの？あれ？違うの？線が見えなくても普通止められるんだけどね、こんなとこ。だいたいこんなもんですよ。寄せすぎだよ、完全に。え？え？美術館を見てく？行かないよ。なんで？御朱印もらいに来たんだけど、神社見に来たんだよ。